さあ試合再開となります。攻守方向変わりまして三重ファイヤーバード相手陣45ヤードからセカンドダウン6で試合再開です。クォーターバック9番パスを投じようとしましたがプレッシャーを感じてこれをかわしつつ前にスクランブルしました。倒れ込むように約2ヤードゲインとしています。三重相手陣43ヤードからサードダウン4の状況になりました。パス成功ファースター。クォーターバック9番タイトエンド83番にパスを通しまして攻撃権更新。三重ファースター。競り合いながら見事キャッチしたのは三重ファイヤーワード83番の清水、富山大学出身です。三重ファイヤーワード相手陣34ヤードに入りましてのファーストダウン10。クォーターバック9番今度はタイトエンド80番にパス。エールズディフェンスが殺到しましたが見事キャッチしまして約2ヤードのゲインとしています。際どいパスを見事補給しましたのは三重ファイヤーバード80番の桐山、大阪市立大学出身です。三重ファイヤーバードセカンドダウン8。パス不成功。クォーターバック9番ここで奥へのパスを投じました。ターゲットは32番、しかしこれはディフェンスカバーがありパス不成功となっています。ダウン1つ失いサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン8。パス成功。抜けます。タッチダウン。ここでクォーターバックに行こう。ワイドレシーバー32番にショートパス、これを取った32番相手ディフェンスを振りほどきそのままサイドライン駆け上がりタッチダウン。三重ファイヤーバード6点獲得。見事タッチダウンを決めましたワイドレシーバー32番は久保、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。そしてトライフォーポイントのキック決まりまして1点追加。三重ファイヤーバード7点リードフォートエールズ24点となりました。三重ここへ来てショートパス攻撃が見事に決まりまして反撃となりますタッチダウンを上げました。そして試合は先ほど得点を挙げた三重ファイヤーワードの攻撃で再開とキックオフで再開となります。キッカーは25番の鈴木が務めます。富山大学出身。
ウェールズリターンに入ります。さらに返す、ナイスリターン、リターナー19番、味方ブロッカー生かしながら左オープンに展開、相手陣43ヤード付近で攻撃を開始する権利を得ました。素晴らしいリターンをしましたのはリードエフォートエールズ19番のサコン、摂南大学出身。エールズ相手陣43ヤードからファーストダウンテン、ラニバック24番オプションプレーのピッチを受けて左オープンに展開、失礼しました、先ほどのプレーはパスの判定となりました。これをキャッチできていなかったため前パス失敗の扱いになります。従いましてダウン1つ進んでセカンドダウンに変わります。エールズセカンドダウンテン、パス不成功、クォーターバック4番、ここでミドルゾーン、ミドルリープゾーンへのパス、ターゲット5番でしたがこのパスわずかにオーバースロー、パス不成功に終わっています。ダウン1つ進んでエールズサードダウンの攻撃に入ります。エールズ相手陣43ヤードからサードダウンテン、スナップミス、なにわく22番なんとかこれをカバーしましたが、しかし結果的には大きくロスという形になりました。エールズフォーメーションを変えましてパントフォーメーションを選択します。三重これをキャッチしまして攻撃自陣30ヤードからの攻撃を確保しました。三重ファイヤーバード自陣30ヤードからファーストダウンテンの攻撃に入ります。パス不成功、クォーターバック9番、ここでワイドレシーバータイトルの80番へのパスでしたがここでイエローフラグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、レシーバーに前パスが浮いている間に接触をしておりました。反則発生地点まで進みましてファーストダウンとなります。これによりボールの位置は三重陣33ヤードからのファーストダウン点と変わります。
パス成功。クォーターバック9番、今度はプレイアクションからパス。タイトエンド80番、これを見事キャッチしまして約6ヤードのゲインとしています。タイトエンド80番は桐山、大阪市立大学出身。三重自陣38ヤードからセカンドダウン4。パス不成功。今度はタイトエンド83番へのパスでしたが、これはディフェンスのカバー厚く、パス不成功となっています。三重サードダウンに変わります。三重ファイアーバードサードダウン4。三重 QB ドロー、クォーターバック9番、自らの走力で突破を図りましたが、しかしゲイン2ヤードでフォースダウンに変わります。クォーターバック9番は日光でした。北海道工業大学出身。ここでホイッスル。三重ここで後半1回目のタイムアウトを取ります。三重ここまで効果的なショートパスを繰り返し、さらにその合間にランプレーを加えることによってリズムを作り直して現在攻撃を展開しております。しかしフォースダウン2の状況になり、ここで一旦タイムアウトを取りました。このタイムアウトでどのような作戦を立ててきたでしょうか。試合再開です。三重自陣41ヤードからフォースダウン2、プレーを選択します。ギャンブル。この2ヤード取ることができるでしょうか。パス不成功。クォーターバック9番、ここでパスを投じようとしましたが、エールズここでプレッシャーをかけパス不成功とさせました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。攻守変わりまして今度はエールズの攻撃になります。エールズ相手陣41ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック4番、ここでミドルゾーンへパスを投じました。失礼しました。クォーターバックは11番だったようです。ターゲットは5番でしたが、しかしこのパスはオーバースロー、パス不成功に終わっています。ダウン1つ進みましてセカンドダウンと変わります。エールズ相手陣41ヤードからセカンドダウン10。ここでホイッスル。エールズここで後半1回目のタイムアウトを使います。配信は X3 ウエスト全13チームの共同企画により
すべてのチームおよび画面に映し出されている様々な方々のご支援によりまして実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうございます。この企画は現在も継続しております。この配信にあります説明概要欄にその申し込みとなる URL が記載がありますので、その意思ございます方々はぜひご協賛お願いしたいと思います。その配信を本日実施させていただいておりますのは私道楽屋リチャです。個人が趣味でやっております配信ですので至らない点は多々ございますが、できる限り皆様のご期待に添えられるよう頑張りたいと思います。さあエールズタイムアウト解けまして試合再開です。ボールオン相手陣41ヤードからセカンダウンテン、パス成功。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック4番、ここでミドルゾーンへパス、これをワイドレシーバー17番がキャッチしまして攻撃権更新です。エールズファースター。そしてエールズ相手陣30ヤードからの攻撃に入ります。ファースターアンテン、パス不成功、ナイスカット。ここで再びパスプレーにより攻撃打開を図りましたエールズ。しかしこれを見えディフェンスライン陣がパスカットしましてパス不成功としています。攻撃権一つ失いセカンドダウンに変わります。エールズセカンドダウンテン、ボールオンは相手陣30ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック4番、ワイドレシーバー22番にパスを通しまして攻撃権更新です。エールズファースター。パスを取りましたワイドレシーバー22番はエールズ山下、チーム代表にしてその自らのプレーでチームを鼓舞しております。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入っております。試合再開となります。ボールオンエールズ相手陣19ヤードからファーストダウンテン、パス成功、ナイスファーストダウン。クォーターバック4番、今度は外にいたワイドレシーバー17番にパス、これを取った17番、相手ディフェンスを振りほどき攻撃権更新です。エールズファースター。これによりエールズ相手陣8ヤードに入りましてファースト&2ゴールとなります。成功、タッチャー。
クォーターバック4番、今度はエンドゾーン手前側の隅に見上げてパスを投じました。これをワイドレシーバー10番見事にキャッチしましてタッチダウンです。エールズ6点獲得。そしてトライ4ポイントに入ります。キック成功、1点追加。リードルフォードエールズ31点、三重ファイヤーバード7点となりました。試合は残り2分58秒となりました。得点はエールズ31点、三重ファイヤーバード7点という状況になっています。リードしていますエールズのキックオフで試合再開となります。三重リターンに入ります。一気に縦に切れ上がりまして32番自陣35ヤード付近からの攻撃を確保しました。果敢なリターンを見せましたのは三重ファイヤーバード32番の久保です。三重自陣35ヤードからファーストダウン10。さらに行きます。ナイスラン、ファースター。クォーターバック9番、ワイドレシーバー32番にパス。32番タックルを受けながらこれを見事にセカンドへフォトで攻撃権更新としました。三重ファイヤーワードファースター。三重自陣45ヤードからファースターダウン10。クォーターバック9番プレッシャーを浴びながらワイドレシーバー80番にパス。しかしわずかにパス届かず、パス不成功となっています。三重自陣46ヤードからセカンドダウン10。ここでランプレーを挟みます。中央へのランプレー、ナニバック16番ブラストプレーで中央突破を図り約3ヤードのゲインとしています。キャリア16番は下手、鳥取大学出身。ここでホイッスル。三重ここで後半2回目のタイムアウトを使います。
三重。ここで後半2回目のタイムアウトを使いました。残り時間1分39秒、どのようなプレーを展開するでしょうか。試合再開です。三重自陣49ヤードからサーダン7。キュービーサーク。ここで三重パス攻撃に出ましたが、これを見計らってエールズ2番5番が殺到。キュービーサークで約5ヤードロストしました。ここでエールズ後半2回目のタイムアウトを取りました。見事キュービーサックをしましたのはエールズ2番の石井、広島大学出身、そして5番の山下、近畿大学出身のこちらはチームキャプテンです。エールズ後半2回目のタイムアウトを使いました。試合時間残り1分32秒、三重フォースダウン12の状況となりました。試合時間残り1分32秒、三重はフォースダウンギャンブルに挑みます。攻撃権更新なるでしょうか。パスでゴー、ファースター。ここでクォーターバック9番右サイドライン際へのロングパス、これを見事32番キャッチしまして攻撃権更新です。ギャンブル成功、ファースター。この厳しい状況でパスキャッチ決めましたな。三重ファイヤーバンドバード32番の久保、兵庫県立大学出身のプレイヤーです。攻撃継続となりました。三重ファイヤーバードファーストアンテン。パス不成功。再びパス攻撃に出ましたが、しかしこれはパスタイミングが合わず不成功となりました。攻撃権一つ失いセカンドダウンに変わります。三重ファイヤーワード相手陣38ヤードからセカンドダウン10。キュービーサーク。しかしここでイエローフラグ反則が発生しています。この反則いずれのチームにあったでしょうか。先ほどのフラグは無効となりました。キュービーサックです。大きくロストとなりました。見事キュービーサックを決めましたのはリードフォートエールズの5番の山下、チームキャプテンです。近畿大学出身。三重サードダウン25の状況に追い込まれました。攻撃突破なるでしょうか。さあパスは通りましたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンとなります。ここでホイッスル。ここで後半最後のタイムアウトを使います。
試合時間残り26秒となりました。三重ファイアバード現在攻撃中ですが、ボールオン相手陣40ヤードながらフォースダウン11の状況になっています。残りプレー数限られる中、この状況を突破できるでしょうか。試合再開となります。三重フォースダウンギャンブルに入ります。ターンオーバー。三重ここで後ろパスを投じた際にこのパスをリフレクトされました。これを抑えましたエールズ9番がリターンしましたが、それを抑えた段階でここでプレー終了です。結果的に攻守交代となります。先ほどのパスはアクションとしては上から投げていますが、パスを投げた地点から見て後方へのパスでした。後ろパスはランプレーと同じ扱いになります。従いましてそのパスを落ちたボールでも拾った場合にはそのままプレーは継続という形になりますので、このような形になりました。攻守変わりましてエールズの攻撃になります。エールズ自陣36ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。ここでクォーターバック4番ワイドレシーバー17番にパスを投じましたが、このパスは不成功です。時計止めましてセカンドダウンになります。エールズ相手陣36ヤードからセカンドダウンテン。試合時間残り7秒。パス不成功。ここでロングパス、タッチダウンを狙うロングパスを投じましたが、これを三重ディフェンス32番が見事パスカットしました。パス不成功で終わっています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、リードエフォートエールズ31点、三重ファイアワード7点でリードエフォートエールズの勝利となりました。三重この試合敗戦となりましたが、しかし要所要所で素晴らしく効果的な攻撃を展開し、見応えある戦いになりました。素晴らしい戦いでした。対してエールズ、途中なかなか展開できない状況はありましたが、見事な戦いでした。これにより1敗を堅持したまま最終節に次節優勝、現在戦線の筆頭にありますチームに挑む形になります。両チームナイスファイトでした。かつて少し前にこの競技にを題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。
導いたのは愚鈍だが心で優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪に挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーが持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援したいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみにしつつ、本日はこの配信を終わらせていただきたいと思います。この配信は X3 全13チームの協賛企画により、すべてのチーム、そして画面に今映し出されたさまざまな方々のご協賛ご協力をもちまして実現いたしました。この企画によりまして、この会場に来られないご幼少の方、ご高齢の方、ご病状をお持ちの方、遠方地海外におられこの会場に赴くことができないさまざまな方々に、この試合をご覧いただくことが可能になりました。皆様のご好評大変ありがとうございます。その企画をもちまして、本日配信をさせていただきましたのは私老楽屋理事です。また機会がありましたら配信をさせていただきます。それでは失礼いたします。